んちゅうかな、こう、うん、聞いてください。幸せな左腕っていう曲です。
初めてボイスにねお越しいただきました方も、そしてまあいつもねボイスでねやるという時には来てくださる人どなした電車がねちょっとなんか止まってるということなんで、止まってたということなんですかね、ちょっとまあですけども、今日はよっちゃんが今日は来てませんけど、よっちゃんがもうすぐ誕生日近いということですけども、あと2月に誕生日迎えるという方いらっしゃいます。いた、うち2月か、あはい、おめでとうございます。2月のいつですか？1日、あ終わっちゃった、終わっちゃったのかな、飲みに行かなあかんな、はい、まああのね、皆さんどなたもね誕生日があるんですけども、まあ、そんなねスペシャルな、うん、クリスマスとかいろんなバレンタインとかでも、あやっぱ誕生日っていうのがその人の一番ね、こうスペシャルな日じゃないかなということをちょっと思います。あのそんなバースデーソング、小さなバースデーソングっていう曲です。ハッピーバースデー、一年に一度だけ、誰にも訪れ
一人のステージがちょっと久しぶりなんで、なんかちょっと緊張してるんですけど、ね、最近ちょっとなんかサポートギターなんかもねやらせていただく機会があって、それはそれで楽しいなと思うんですけど、あこの間あ結構ギターがやっぱりね好きで、今日も一番付き合いの長いギターを持ってきました。ね、結構ね、ま、この辺の楽器店とか大阪の方でもね結構時間があったらブラッやっぱそこでしか時間潰せなくなってる自分がなんか悲しいんですけども、結構ねどんな高いギターでもこう結構なんか好きで触らせていただいて、でたまにね買うんですか、買うんやったら弾いていいですよとかいうねお店なんかもあったりするんですけど、そんなん例えば車買う時とかね家買う時ってやっぱりそのね中入ったりとか試乗せな分かりませんやん、絶対そんな弾かしてもらうのね分かりませんよとか言って、もう散々バッツンバッツン弾いてね、でもう何のそっけなく帰るんですけど、はい、これは大阪のね某M 楽器でね、梅田店とかでね、結構行った時にこう感じのいい男前のこう外人さんがねポロッと弾いて歌ってて、でなんかお店の人もええ感じで聴いてるんですよね、なんかでもなんか片言の英語でねなんかおグッグッソンとかなんかこう言いながらこううまいねとかってこうなんかちょっと話しかけてみたらね、なんか来日中のジャスティン・キングやったんですよね知ってます、ジャスティン・キングってなんかなんか結構カントリーウエスタンとかやっててギターインストもやってる人なんですけど、そんなプロ中のプロにねうまいねとかなかなかええやんみたいなちょっと言ってしまってね、どうかなとか思いますけどね、まあそれだけの話なんですけど僕はそういえば三宮のねはい S 楽器ですね、センター街にあります S 楽器とかでね、ギター見てたんですけども、なんか5体前の話なんですけど、サムシングエルスのベースの今井さんに似てるわとか今井さんちゃうとかって言われたことがあったんですよ。さっきジョン・レノン、ジュン・レノン、ジョン・レノンとかっていう話もありますけど、知ってます、サムシン・ウェルスってね今でも活動多分されてると思いますけども、ベースの方にね似てるとかって、あ似てるっていうか、あ今井さんやサムエの人がおるわとか言われて、そのままポーズ決めてましたけどね、ほんなもう一人の女の子がね、いやちゃう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 とか言って、全然ちゃうとかって言う、結構ね嬉しかったり悲しかったりします。はい、昔はそういうね夢破れたミュージシャンは田舎へ帰るっていうのが歌でよくありますよね、夢破れて俺は田舎へ帰る列車の中だみたいな、そんな歌詞って今は あるんかな夢破れてるってあんた売れてるやんとかって思うんですけど、はい、まあ、僕は夢破れるどころかそのね、夢すらね、まあ、持ったことがありませんでしたけども、まあでも今でもね、結構なんていうんですかね、今でもこうスタートラインに立ってるような気持ちでね、歌を歌っております。じゃあ走る人っていうはい曲を聴いてください。誰かを信じることできるから、冷たい空気が胸の奥に突き刺さっても、風に乗った白い吐息みたいに全てを溶かして許せたらいいな、消えてしまうのさ、ぬくもりだけを残して、かじかんだ両手に息を当てて擦るんだ、次第に広がるその熱に応えて胸は鳴り出す、走り出せ思うままに、あなたはあなたらしく貫いて信じ抜いて、熱い涙流さないで、痛みを越え道を刻め、望む場所にたどり着ける。
繋がってるはずさ。そうさ、そこから始まるストーリー。乾いた水の水みたいに喜びは一瞬で過ぎてゆくけど、流した涙も忘れるほどの味がする。湿ったアスファルト踏みしめる音、静寂を塗り替えていく朝日の匂い。見つけた全てに無駄なものは一つとない。向かい風の中スピードを上げてみせるんだ。期待だけ吹けばいいさと、体中で風を受けて走り出せ。思うままにあなたはあなたらしく駆け抜けて、今を生きて傷つくことを恐れないで、痛み抱え土を蹴って想像さえ越え、切り裂いてゆこう。そうさ、ここから始まるストーリー。先が見えなくて立ち止まってしまうたび、中央指でなぞって自分のためにひたスタートライン。私の心に激鉄の音を響かせて、もう戻れない道を行く、二度とない今を生きてゆく。走り出せ、思うままにあなたはあなたらしく貫いて信じ抜いて、熱い涙隠さないで、痛みを越え道を極め、望む場所にたどり着ける。きっと繋がってるはずさ。そうさ、ここから始まるストーリー。ちょっとチューニングしますんでね、好きなように喋っててください。はい、今日はですね、ジュン・レノン、そして吉田健次郎さん、そしてまさきさん、ルースさんっていうね、めっちゃええね、ブッキングの機会にね、放り込んでいただきましたんで、ね、楽しんでください。ゆっくりね、電車動いとんかどうかちょっとわからないですけど、僕もゆっくりもうね、後で飲んで帰りたいと思ってます。はい、じゃあ次はあのゴスペルのちょっとアレンジで歌ってみようかな。あ、カーティス・メイフィールドというね、はい、ゴスペルのシンガーがおりましたというか、今でもいらっしゃるのかどうかちょっとわからないですけど、People Get Ready という曲です。まあ、深く読み込んでいくと、なんかこう誰でもね、その最後の時っていうのがあって、でやり残したことはないかなとかね、なんかこう、なんつうんでしょうね、あの時こうしとけばよかったなとかいう、ね、ことが、ないように、
用意はいいかっていう、なんかそんな曲だと思います。じゃあ People Get Ready。じゃあ次の曲で、ファーストステージ巡礼の最後のにしたいと思いますけども、本当に今日はありがとうございます。こんな寒いのにね、夜にわざわざね、来ていただきまして、あとね 100年ぐらいかな、もうちょっとしたからですかね、暮らしてからですか、僕がねこの、地上にね、この世界にいたということすらね、覚えてる、知ってる人も多分誰もいなくなると思います。でそのまあ百数十年という時間さえも永遠っていう長さの中ではほんのね、もう一瞬でしかないのかなって思う。それなのに今日例えばここで出会えて、そしてねこんな拙い僕の、ね、あの
歌を聴いてくださる方がいるっていうことはすごいことやなっていうことをね、本当毎ステージこう思います。じゃあ精一杯歌いたいと思います。シナリオっていう曲です。寄せては返す波の根のようにいつまでもセカンドステージは吉田健次郎さんです。
Wonderland. Your body's a wonderland. Use my hands. Your body's a wonderland. Your body's a wonderland. Ta-da. When sky blue gets dark enough to see the colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond white, it's like a sunrise. She comes and goes and find a hide on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one knows. Slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, 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 neon. But who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. To hold her down, and it's hard for me to take a stand when I would take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes. She's slipping through my hands. She's always
ありがとうございます。ありがとうございます。もうこんばんは、吉田健次郎と申します。アコースティックギターでインストをやっております。よろしくお願いします。次は皆さんおそらくご存知だと思われる曲を1曲、カバーをやりたいと思います。聴いてください。エレック・クラプトンの Change the World。
ありがとうございますありがとうございます次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、僕は去年1ヶ月ほどちょっと海外へ行っておりまして、ロシアへ行っていたんですが、その時の曲ですね。ロシアを思って作った曲です。スピリットオブモスクワという曲です。聴いてください。Thank you.
ます。ありがとうございます。次の曲なんですが、新曲なんですよ。でちょっと緊張してます。ですね、まあ2月14日がありましたね。ちょっと僕あんま関係ないですけど、2月14日がありましたが、2月14日を祝う人たちを祝うための曲です。タイトルは未定ですが。そうです、祝う人たちを祝うための曲です。聴いてください。